そして推薦選手向井翔一郎選手が畳に現れます。これも同じ90キロ級同士の対決、初出場の阿部拓磨選手が向かって、こちらが赤の柔道着向井翔一郎選手、2019年東京世界選手権90キロ級の銀メダリスト、昨年東京オリンピックの日本代表です。こちらが初出場阿部拓磨選手、東北地区代表山形県警察の所属ですが、今年の春まで筑波大学に所属されてたんですね。はい、そうです。はい、はい、去年の全国体育系学生大会で90キロ級の2位、全日本学生優勝大会で決勝までレギュラーとして戦った、あの強気の戦いぶりが非常に印象的でした。髪型も短く切って、ね、ちょっと印象変わりましたかね。あの山形県警に入ってですね、はい、今しっかりやってるんじゃないですかね。はい、松井さんは筑波大学のご所属ですから卒業ま で, そうです、ね、はい、髪型の方もよく知ってたかと思います、はい、非常に強気の選手ですよね。そうですね、担ぎ技も足技も非常にうまい選手ですね。はい、組手は左合い四つ、はい、阿部選手は高校の時に2回インターハイに出てて2回とも村尾三四郎選手だったんですが、ですね、唯一その村尾選手に1本取られなかったんじゃなかったですかね、はい、確か、はい、はい、あの2回目の対戦は、ゴールデンスコアの指導だったんですね。そうですね、はい、彼が3年生、村尾選手が2年生の時です。この強気の柔道を、うん、向井選手、迎え撃つ立場になると苦しい。あ、左の大内刈り、うまい、有効ですね。やられた、やり返すような攻め方でしたね。はいはい、受けて立たなかったですね、はい、弾き返しましたね。ちょっと西田さん、色気のある入り方だったんじゃないですか。本当ですね。そして腕ひしぎ十字固め狙います。十字狙ってますね。ここは待て、やっぱこう序盤から積極的に攻め合う姿勢が本当に各選手見られますね。はい、こう強気の先制攻撃に阿部選手が行くかと思ったら向井選手の方が来ましたね。やはり全日本ちょっと雰囲気が違うんでしょうか。はい、お互いに左合いを直接力を受ける感じで、右手で袖を持ち、左手でこのように襟もしくは頭の上を、背中を持って、向井選手、体の力で勝ってるんですかね。うん、同じ階級の選手には負けれないとい う, そ う, です、ね、うん、気持ちがあるんじゃないですか ね, すね。向井選手も、向井選手は90キロ級の世界選手権銀メダリスト、同じ90キロ級の新卒の阿部選手にこれは負けるわけにはいかないと、ね、先に有効を取っていきました。引き手を早く先に取った方がやっぱ有利ですよね、この 軸,、はい、軸ですね、右手ですね、お互いの、はい、向井選手が袖を取って、そ右の袖釣り込み腰、いいとこ入りました。先ほどは左の大内刈り順方向ので、今度は引き手の袖を押さえて逆側右に袖釣り込み腰でいきました。阿部選手にもっと攻めなさいということで消極的試合姿勢の絶写とともに指導。もう一度右の袖を釣り込みます。まあ、向井選手も世界選手権の代表、アジアの代表を漏れをしましたので、はい、やっぱこの全日本にかける意気込みは違うんじゃないですかね。はい、先ほどからこの直接背中にアクセスして力を伝えようという向井選手、うん、立ち上がり際の突き、見事ですね。ここは小外掛け1本、今日はいい全日本になるんじゃないですか。立て、ね、続けにいい技が決まっています。素晴らしいですね。阿部選手の立ち上がり際に食いついた向井選手の小外掛け一本、完勝ですね。完勝ですね。完勝でしたね。もう一本勝ちするぞっていう気持ちが出てましたよね。向井選手の小外掛け一本で第3試合が終わりました。ちょっとこう見直したというと失礼かもしれないですけれども、いい試合でしたね。いや本当そうですね。日本代表の風格十分、不用意に阿部選手がこう立ち上がったところですかね。ただ阿部選手らしくない身体というか、力の差もあるんですけど、ちょっと飲まれたですかね。いや、どうですかね。はい、